Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました。 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。ゲームパッドです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドをこう置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと
手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました、 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。Wii ゲームパッドです。では上の段のをちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使います。ですね、説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドに載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、
丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました。 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。Wii ゲームパッドです。では上の段のをちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは WiiU ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの WiiU ベータテスト登録証なんかもありますね。これは WiiU 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、WiiU ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そしてWiiU ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 WiiU ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 WiiU プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25kg あるそうです。 Wii は 3.67kg だったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中はニ段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました。 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。
ウィーゲンバットです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、ウィーの時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました、 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。ウィーゲームパッドです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。
はい、こちらです。本体につないで使えます。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使えますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドをこう置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、ウィーの時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました、 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。Wii ゲームパッドです。では上の段のをちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使えます。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使えますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。こ
これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました、初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中はになってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました、 Wii U 本体です。では次にゲームパッドですね。ウィーゲームパッドです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、
これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、ウィーの時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました。 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。Wii ゲームパッドです。では上の段のまず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使います。ですね、説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そ
そして最後にもう一つ Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれどもご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中はに段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました、 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。ウィーゲームパッドです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして Wii U ゲームパッドをこう置いていただくとこれで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました。
初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。